こんにちは、滝です。137までのネタバレありで、ネームと本誌の違いを見ていきましょう。マガポケというアプリでね、ネーム無料で読めるので、ぜひ見てみてください。今回は、大きな変更ポイント、キャラクターの感情表現、セリフ変更、笑えるところということで、137話のね、ネームと本誌の違い見ると結構面白かったので、今回は共有していきます。一つ目、アルミンのさよならですね。最後の方でアルミンが超大型巨人化して、骨とエレンを吹き飛ばすシーンありました。こちらネームだとどうなってるかというと、こんな感じですね。ありがとうみんなというセリフになっていますし、あとは目にね、おそらく涙が浮かんでいるんじゃないかなというところです。で、このセリフの変更、ありがとうみんなっていうネーム版から、本誌版、さよならエレンと変わったのは、まあ、多分104期生たちよりもエレン側にアルミン意識いってるよっていうところもありますし、まあ、なんといってもね、やっぱり次回への引きの役割が大きいんじゃないかなと、エレン死んじゃうのっていうところでね、次回を気にさせるっていうところで、まあ、セリフ変更してるんじゃないかなと思います。で、もう一つね、目に涙を溜めているというところで、本誌版だとね、実はこれ巨人化の光が涙の代わりになってるんですね。涙を流してるように、まあ、見せるというか、直接的には描かないで読者が感じるように、描いてるようなところがあったりします。で、二つ目、実はカットされたページがですね、ありました。ネームだけにしかないページですね、それがどんなものかっていうと、こちらです。この崖って書いてあるので、まあ、崖とね、巨人の姿、そしてその下ではですね、赤子を抱きかかえる、まあ、人物じゃないかなというところですね。で、多分なんですけど、134話のね、この地ならし巨人たちが、まあ、崖までね、人類を追い詰めてるっていうシーンがあったので、ここのことを指しているんじゃないかなと。そして、そこのつながりで言うと、赤子に関しても、このね、母親が自分は助からなくてもいいから、せめて赤子だけでも助かるようにっていうふうに、まあ、後ろの人たちにね、リレーをしていったんですけれども、まあ、このシーンなんじゃないかなと、最終的にですね、赤子を持つ女性の姿が描かれていたので、まあ、この赤ちゃんとね、人間っていうのがまあ助かったっていうところを、表しているんじゃないかなと個人的には睨んでいます。ただし先ほども言いましたが、これ137話のね、本誌では描かれていません。で、次のページでもですね、こんなこと書かれていました。膝が崩れ落ちる地ならし巨人というところで、地ならし巨人、もう本当止まって膝から崩れ落ちる感じなんだというところをですね、あの地ならし巨人の後片付け問題なんかは解消されそうだなという感じがします。で、あの助かった赤子と今のね、膝から崩れ落ちる地ならし巨人をなんで今回描かなかったのかなっていうのは気になるんですけれども、おそらくですが骨の上のね、戦いの場っていうところ、まずここにフォーカスを今回したんですが、そこからズームアウトしていって、次回ね、兄の父親とミラー長官、そしてこの世界の様子ですね、赤子が助かったのかとか、地ならし巨人ね、進行していった結果どうなったのかっていうところを、まあ、描くんじゃないかなと個人的には思っています。で、逆にですね、追加されたページもありましたね。ネームにはなかったんですけれども、本誌だと描かれていたページありました。それがこれですね。まあ、どんなシーンかっていうと、アルミンが巨人化する前に、ジャンがね、待ってくれライナーが、そしてピークちゃんが、この機を逃すことは、ライナーの覚悟を不意にするも同じっていう風にね、言っていたシーンありました。このあたりが、まあ、追加されていました。多分その、エレンとアルミンだけじゃなくて、ライナーも取り残されているよっていうところをね、強調するために、追加したんじゃないかなと思っています。で、こんな感じでね、ネームと本誌見比べると結構違いがあって面白いです。で、他にもですね、キャラクターの感情表現なんかも、ありました。例えば4ページ目のね、ネームのユミルちゃん、何らかの未練を残していたことは確かだが、という風にジーク言っていましたが、このユミルがね、男女の姿を見ていました。そしてその男女の姿っていうのはね、これネーム段階だと顔がめちゃくちゃ近いんですが、本誌を見るとね、肩に手を置いているだけということで微妙に変化しています。で、これは多分122話でね、ユミルちゃんのこの回想の中で描かれていた男女の姿のユミル視点ですよね。ただ今回137話だと、あのユミルの未練っていう話があったので、男女の愛を描きすぎると直接的だから変えたのかなというところで、まあ、ちょっと気になりますね。なんで変えたんだろうと、微妙に変えてるのはなんでだろうというところですね。で、次7ページ目、ジークがなんで戦うんだとアルミンに問いかけるシーンありましたが、そこでね、104期生の必死顔というね、伊佐山先生のこの、コメントありました。で、これはまあ多分136話のシーンの対比でね、それぞれの人物が戦っている様子を描いているのかなと思ったんですが、104期生ということで、前回はねピークちゃんいたんですが、今回いなかった、まあ多分あまり意図はなくてスペースの問題で、104期生だけ描いたのかなというふうに思います。で、次アルミン
ミンの負けの顔ですね。ジークに案外こと切れる前はほっとすると言われた後のアルミンね、諦めるのかっていうところで負けの顔というふうに伊佐山先生書いていました。これ実際ね、本芝になるとこんな感じで、まあ、負けの顔、あ、これ負けの顔だったんだなと、いうふうな理解ですね。ちょっと汲み取れなかったです、正直言って。はい。で、次、22ページ目、ピークちゃんの姿ですね。ポルコとマルセルが助けてくれて、このピークちゃんの姿なんですけれども、泣く、多分これ涙を浮かべていると思います。まあ、このあたりもね、本誌だと、本当泣いてるのか泣いてないのかちょっと微妙なところがあったんですけれども、ネーム段階ではね、明らかに泣いているような表情でした。で、39ページのジャンに関しても、このエレンを殺すためにね、起爆装置を押したんですけれども、死に急ぎクソバカ野郎がっていうね、このジャンの目には涙が、明らかに、浮かんでいますね。うん、こんな感じで。涙が浮かんでいますね。だからまあこのあたり考えると、やっぱりネーム段階ではしっかりとね、感情をどういうものかっていうのは決めていたんですけれども、漫画ではね、あまり直接的には描かずに、泣いているとギリギリわかる感じで、伊佐山先生絵を描いているんだなというところが、汲み取れます。で、他にもですね、セリフが変更されていたりしました。例えば30ページ目ジーク、現実世界のね、リヴァイの前に現れたんですけれども、リヴァイ、俺はここだっていうね、ジークのセリフだったんですが、俺に会いたかっただろうリヴァイ、俺はここだっていうのも、俺は会いたくなかったけどなと、まあ、ジークらしい発言に変わっていて、ジークの心情がね、より伝わりやすくなっていますね。で、他にも、アルミンがね、31ページ目、32ページ目で、ベルトルトにね、やっぱり怒ってるっていう風な、質問をしていました。で、これ本誌だとね、丸ままカットされて、いる、まあそういうベルトルトへの問いですね。で、その後も、君から全て奪った命も力も大切な記憶もっていう風に言っているんですけれども、この、怒ってるっていうセリフと大切な記憶とか考えると、やっぱりベルトルトの恋心というか兄を見ていた記憶のことを、まあ、指しているんじゃないかなと思います。で、兄とアルミンね、今いい感じになっているので、兄を含めてまあいろんなものをね、奪ってしまったことに対して、やっぱり怒ってるっていう風にまあ聞いているんじゃないかなと、まあ、本誌ではカットされています。で、セリフに関してもね、まあそんな君だから助けてくれるでしょうっていう意味で、だから君と同じ気持ちだっていうセリフも、だからわかるんだ、ここでじっとしてられない、力を貸してくれっていう風に変わっていました。で、他にもですね、33ページのジークも、リヴァイの前にね、こう現れた時に、まあそんなの虫が良すぎるよなっていう風に言って、リヴァイに首を切られたわけなんですが、まあいっぱい殺しといてそんなの虫が良すぎるよなと、ネーム段階ではなかったね、いっぱい殺しといてっていうのが本誌だと追加されているので、このあたりはやっぱりね、説明のために、わかりやすくするために、伊佐山先生が一言入れてるんだなというところですね。で、最後に笑えるところなんですが、まず17ページね、処刑寸前の鎧っていう風に書かれてました。やっぱりここら辺は伊佐山先生の愛情が伝わりますよね。処刑寸前の鎧とね、書かれていましたね。で、実際これ見てみると、本誌だとね、こんな風に戦鎚の巨人たちによって、ライナボコボコにされてました。で、戦鎚の巨人たちね、こうみんな仮面を被っていて、それぞれの武器を持ってるんですが、やっぱりね、このタックル中心の鎧の巨人に対して、遠距離攻撃はね、かなり効いていたんじゃないかなというところが、見て取れます。まあこれは処刑寸前だったんだなというところですね。で、他にもオカピに関しても、前回ですね、ミカサが豚か何かって言って兄がね、オカピだって言ったんですけれども、結局ね、兄も豚か何かって言っていたんですが、どっちかっていうところで言うと結論としてはオカピでした。というのもですね、ネームを見ると逃げるオカピとかね、オカピの片目を潰すとかオカピ死とかね、こんな感じで書かれていました。他にも落ちるオカピとかね、オカピの舌を切るっていう風に書かれていたので、ぜひこのあたりも、見てみてくださいということで、マガポケね、ぜひダウンロードして読んでみてください。無料で読めるので、楽しんでください。以上滝でした。それではまた。